続いて培養土、土についてご紹介します。最近では野菜の培養土、野菜用の土ということで、すでに複数の原料が混ざった培養土が製品としてよく売られています。ただ夏野菜の特にトマトになりますと、非常に肥料を吸収する能力が高い作物ですので、そういった場合はこの野菜の培養土に 10% か 20% の無肥料の赤玉土を加えていただきますと、肥料分もやや少なく低減できます。だいたい2割ほど混ぜますと、このような形で、物理性も良くなったトマトに適した土ができます。プランターで栽培する場合の元肥の与え方をご紹介します。プランターの半分ほどまず土を入れていただきまして、この段階で肥料を入れてみましょう。あらかじめ肥料成分が含まれている土ですと元肥は必要ないんですが、あまり肥料が多くない、あるいは無肥料の土の場合、肥料成分が888と書いてあるこのような化成肥料、だいたい15リッターの土に対して軽く一つまみで大丈夫だと思います。混ぜてよくすき込みます。土が半分ぐらいですので、十分下の方までかき混ぜることができます。肥料分をしっかり全体に混ぜた後、残りの土を入れていきます。ここで重要なのはどこまで入れるかということなんですが、だいたい土の容量の8割5分でとどめておいてください。ここの隙間をウォータースペースと言います。特に春に植えて夏まで栽培が続くトマト、ナス、キュウリあたりは大変多く水分を好みます。おそらく7月あたりになりますと、朝お水をしっかり与えたのに夕方になるとしおれてしまうという状態になると思うんですが、このウォータースペースがありますと、ここのウォータースペースをまずいっぱいにするまで水を与えます。そうするとその水がしっかりこの土の中に染み込んでいくと。ところがこれをスレスレまでですね、土を入れますと水を与えてもすぐ溢れ出すと、非常に水やりが大変になります。ぜひ土を入れる場合は8割5分で土をとどめておいてください。